誰もが抱く妄想私の頭の中ではこんな愛が溢れている木曜愛の妄想劇場木曜日の名物コーナー「愛の妄想劇場」ちょっとお正月の仕事疲れハスキーな声の珠代さんも素敵だと思います。気だるい感じがね <laughs> あなたの恋愛にまつわる妄想を募集してご紹介しているこのコーナー今週も早速行きたいと思います、はい、いつもねメール職人の方が腕によりをかけて妄想を送ってくれてます <laughs> この方も同じです大阪市城東区ラジオネームりかなさんの妄想です例年我が家には元日親戚一同が集まって夜通しの 大宴会が行われる普段は親世代に親戚付き合いを任せているけどこの日は別だっていとこの美人姉妹と会えるからだでも今年はお姉さんだけ「ごめんね今日は妹来れなくておばさんだけ来た」ってがっかりしないでね。 耳元でささやかれると僕は首がちぎれんばかりに横に振っていた会えただけでも嬉しいんだいい香りをまとっていたお姉さん僕と少ししか年は変わらないのに大人のちょっと近づきがたいような色気を感じてしまうその後 みんなお酒がすみあっちこっちでザコ寝お姉さんもすぐ近くで毛布をかぶって寝ているああ寝顔もきれいなんだ添い寝は恥ずかしいので少し離れたところで僕は横になりお姉さんの寝顔を見ていたそんな次の日素敵な 初夢を見られたような気がした。おしまい。<わ> <laughs> あ。いとこね。いとこさんって玉井さんいらっしゃいますか。どうですか。いとこ。年の近い人とかお兄さん。結局お親の兄弟の子供？そういうことです。はいはい。今、まあ、いました今いまますよ。あのいとこってね、法律的にはもちろん結婚できるんですよ。え あのおじさんおばさんはダメですけどうん、うん、いとこからオッケーなんです南進東で言うと昔から昔からですはい。えー、日本の民法でも認められているはずですいやさいとこってときめくもんでしょこう微妙ですね僕いとこの思い出っていうとあの 母親に兄弟がいっぱいいっぱたので僕名古屋が実家ですけど知多、うん、半島の方に碧南っていう町があるんですよ。中国国際空港に近いところにあるんですけどその碧南に母親の在所というか実家があって、うん、いとこがいっぱいいるんですよ。うん、でその上に2つずつぐらい離れていとこのお姉さんがいるんです。 感じたでしょなんかドキドキしたでしょでも年で言ったら7つぐらい離れてるんで、うんうん、今にしてみたら写真見たらものすごい美人なんですよそうでしょう。ものすごい美人なんですけど、うん、当時はその一番下のゆきちゃんっていうお兄ちゃんゆき、うん、ちゃんと遊んでもらいたくて、うん、お姉ちゃんだけの時はすごい機嫌悪かったらしいです、うん、なんで今日お姉ちゃんだけなのみたいなえー、えー。今にしてみたらもったいないことしましたねもうね私ちゃんとなんかちょっと一丁らとか来て、ええ、あの 目配せもちょっと山口百恵みたいにした思い出があります。<laughs> え、いとこのお兄さんですか。お兄さんです。だから私が小学校の時も二十歳ぐらいだったからだいぶ上ですよ。はあ、なんですけど、こう、ちょっとこう男性を感じてましたねなんか。いとこって顔にいるんですか。うん、似てるいとこもいますよね。たまにね。たまにいます。はい。全く似てないですあ。そうですか。はい、はい。母方のあのいとこに恋をしてたんで、私は全くあの。 桜金曽二の父方の顔なので <laughs> 全く違うものでした、ね、でひとこね<ー>ちょっとこれねザコネってねザコネに引っかかっていいですかどうぞザコネってダメでしょ<え>一番の落ち度を見られるあ女性として一番好きを見せてしまう場面そうそうそうまだ憧れお互いが憧れてる 時にあることじゃないですか。ザコネってなんかこう異性として意識してない時にね。とかドキドキする子みんなでこうあの旅に行ってザコネああグループ交際なんかね。そうそんなのどう思います？ザコネ。<laughs> ザそう自分がザコネしたいってことですか？好きだってことですか？それと一個すごい悩みが今あるんですけど長島スパーランドにうちの母と、はい、私とまあ娘と泊まったんですけど、はい、母が一睡まで私のいびきで一睡もできなかったんです。<laughs> で今日メールに5回ぐらいあった「あた <laughs> 早く呼吸器科に行って <laughs> 見てもらいなさい」ってそうそう 5, 5つぐらい今すっごい腹立って返してないんですけど <laughs> 実母よりのメール <laughs> しかも5通ぐらい続けて1 5あった5回も返してないから5回も来ちゃったんですけど <laughs> そう<か>一睡もまあできなかったからそう。 送りたくもなったんでしょうね。<laughs> お母さん疲れとったんだわ、それは。玉 <laughs> <も>代さん、娘は疲れとったんだって。もうなんか、そんな一睡もできないびきかくんや。でも、ただ、すごい。<laughs> 娘さんは、すやすや寝てたわけでしょ <laughs>、うん そうです、そうです。あのね、お母さんには悪いですけど、お年目した方は眠りが浅いから、すぐ起きるから。ちょっとおしっこ、で、来ても、物とでもすぐ起きるから。年の人は。私、ライオンかと思った。ひどいこと。お母さん、ひどいてと言うな。私も、だめ、男の人と寝ないからね、もう。もういびき寝ないからね。これ難しい。痛くないも、そんなの。付き合い始めの頃はね、多分いびきも可愛いし。 しゃっくりも、うん、ゲップもおならすら可愛いと思うんですけど。 もう深い中が続いてくるとねこいつこんないびきでかかったかなって前までお前聞き取ったじゃないかっていうのが気になるんですよおならもするときこっちにお尻上げんなよとかやってもいいけどお尻向こうに上げてくれとかなるでしょすみませんちょっと慣れっていうのが怖いですねとりあえず呼吸器官に行ってきます私風邪気味だったら喉のね調子身がてらでいいと思う私男の人と付き合わないからね自備一行で絶対付き合わない すま <laughs> な,ないからもう。も <laughs> すまないからね。えー、次田代さんお願いします。<laughs> はい、そうです。変わりばっかですから。よろしくお願いします。<laughs> それでは、変わりまして。石川県の金沢市からいただきました。<ら>ラジオネーム。きいちゃん。からの妄想です。はい。まるまるさん。わかりますか?。という声で。目が覚めた。ここは。と聞くと。うん 看護婦さんが銭湯で頭を打ち救急車で運ばれて病院ですよ」と聞き慌てていると「あキイちゃんやんキイちゃんやん」んやんと言われ顔を見ると高校時代好きだった瞳だった「キイちゃん家族に連絡は?」というので「いやまだ一人暮らしや」と話す。 私もまだ一人暮らしやし遊びに行こうかなと耳打ちしてくるするとする仕事モードに戻ったひとみが言った「確認します」「住所言えますか?」「何これこれ何これ何ぶ <laughs> っちゃった」え「そこで終わりですか?」<laughs> <laughs> 急に戻るんですね仕事も戻り面白いな耳打ち私もまだ一人暮らしやし遊びに行こうかなってこんな状態の時に耳打ちするんですよね、はあ、<laughs> す,すいませんなんか <laughs> どうでしょうねこういうやっぱ看護婦さん看護婦さんがこうね,ね昔の友達だった的なね 僕は好きですねっていうのは、はい、中学の時ちょっと病気してあの<お>割と長い期間入院してたこともあったんですけど看護婦さんは偉いなっていうねその職業的尊敬の気持ちもあるんで、うん、ものすごい看護婦さんには弱いですねいろんな意味でまあ優しいですよね優し,優しいですけども、うん、反面 気の弱い人にはつまらない大変な仕事だし、その心の強さと患者さんに対する優しさの絶妙なバランスにころっといくんですわ。あれの若い方と老人の方全然違いますよね。老人の方って何ですか<う>患者さんが落とし目した方ってことですか、あのー。まあまあなんかこうほらあ老人のか割と落とし目した方用の病院にあはいはいはいこの前行った時、うん、あのー、すごいなと思って。 阿叔！ これこっちは言うとるやろ <laughs> なんかすごいんですよ気さくな病院ですねチャオちゃん右ちゃん左や朝も言うたやろ <laughs> 大阪だなそうでもそれぐらい言わんとねダメなんやなと思ってあの割と長期でお年召した方が入院する病院は、うん、看護師さんも含めて家族みたいになるからその関係性ですよねうん、うん、で、逆に若い人っていうのはまあ骨折したりとか毛腸の手術とかで比較的短期間で、うん 出て入っていかれるので、入って出て行かれるので、割とこう丁寧というか、あの何ですかお客様というか場合によっては男女のお付き合いに発展する場合もあるやう聞いておりますけどね,ね。あのちょっとこう点滴変える時のあの首元とかいいんじゃないですか。胸元から首元が目の上をさっとこう行くじゃないですか。点滴変えるときちょっとすいません上失礼しますみたいなああいときたまらんでしょう多分。僕変えるときより刺してもらうときですね。針を。 あの刺す時にね血管ね血僕ちょっと多分 S ですけど S ですけど <S,、うん、<S, S はね M の気持ちも分かるんですよやっぱりあれねあの血管出すためにはねかなり強くペシペシしたりね、うん、あの叩かないこすったりしない,いかんのですよ、うん、でもあのちょっと気の弱いね新人さんだったりすると「うん、あれ出ませんね」って言いながら「もうそんな弱いんじゃダメだよ」と思いながら「うんうん、あの うんって言ってちょっと困り,困り顔でやる感じがね 血管細いですねベテランの人はねものすごい上手だから多少出てなくても平気なんですよあここにあるわブスってちゃんと出るんですこれはベテランの人はジャまアのゴムをねものすごい縛りやるんで縛るあちょっと我慢ねギュッと握ってる亀井んちゃんともうみたいな握ってますよみたいなちがが痛いわゴムちょっとごめん叩くわねペシペシ痛い痛い痛いもう出てるからもうもうで <laughs> でも看護師さん本当大変だと思います大変やと思います本当ご苦労様、えー、白衣の天使です本当にね今男性の看護師さんもいらっしゃるんでかっこいい人多いですよはい、それぞれにまた違う出会いがねいろんな病院の中であるかもしれませんね<ー>もう一通いけるかないけるはい行きましょう三通目はこの人ですまたこの人か <laughs> って言っちゃいけないね神戸市長区のラジオネームブッチャーさん 年越してまたもらってありがとう。妄想プロレス実況が夢の女性アナウンサーとの恋愛第5弾が届きました。行きましょう。こちらです。アメリカに留学に行って1年あそうだった。彼女はメジャーな。プロレス団体でリポーターとして大活躍。時にはレスラーと言い合いになるぐらい。英語も上達していた。<laughs> そんな彼女がアメリカの団体の日本での興行があるというので1年ぶりに帰ってくることになった久しぶりの再会そして帰ってきた彼女は今までとは違いアナウンサーとしてのオーラが漂っていたでも僕は声をかけられなかった 彼女の横には外国人男性そして手をつないで現れたのだあいつ誰だなんで彼女と手をつないでるんだ遠くから見ていると彼女と目が合ったその瞬間彼女は戸惑いながら小走りにその男と姿を消した 僕はなんだか力が抜けてしまったずっと応援していた俺何だったんだ結局彼女には連絡もできずその日は荒れるぐらい酔っ払ってしまったそして次の日そのプロレスの興行が行われる続く 今日今回「ノーマル」でしたね。関空か成田で会ってそしたら外,人と外国人と手をつないで小走りに逃げたっていうワンンシーーでで終わりまししたたブッチャーさんんどうしたんですかちょっとねこの「ブッチャー先生ね」ね、はい、3月まで持たせようと思って、うん、今まで割とね長めのストーリー持ってきたのに、うん、今回ワンシーンだけですよ。 ドラマでで言ったらワンカットですよこれ<う>出し惜しみしてないかブッチャーさん。私先生ガ。ガラスの仮面並みに楽しみにしてたのに <laughs> だんだんね我々もハマってきてるんですよ。やだ全然展開なしいやでも外国人の人。あるけどそれちょっとありがちでしょそっからもうブッチャーさんもう一ひ,ひねりしてほしかったな。手繋いどるのよででもで この人ちょょっと納納得得しししててるんではないけけどもう声かられだから向こうは女子アナとしてのオーラつまりちょっと華やかなステージに一つも二つも登ってしかもイケメンかどうかは書いてありませんが外国人男性僕のイメージではもうちょっとスタンハンセンを細くしたような感じのブロンド一緒でんで一緒なんでしょうね不思議と一緒になりますよねそれねスタンハンセンをちょっとワイルドでブロンドの感じの。 でこの女性の名前書いてありませんけど幸子なのか幸子なのかちょっと日本人っぽい名前の彼女と「どうしたんだ?」って「何、うんうん、でもない何かあったのかなん,でなんでこっちに行くんだよ」ワイワイとか言いながら <laughs> 控え室みたいなラウンジみたいなところに <laughs> そで。ショックやなでも。でも彼女もあの待っていた僕に気が付いたわけですよね。うん、で目合わわせてるるけででですよでまるっきり無視でスルーで、うん その外国人男性の話して横通り過ぎたら全く脈なしですけど、うんうん、あっと思って自分も何か後ろめたいところがあるのか、うん、すっと小橋に隠れちゃったわけでしょ。エッチしちゃったってことでしょ。いやもうそんな直接的に。あすいません。わかりませんよそれは。手つないだら絶対エッチしてるんですか違うと思いますよ。<laughs> すね、ちょっと怪我して手を引いてあげてるだけかもしれません、ね。そうですね。なんでこんなに必死になる。 いや、ブッチャーさん、さんあとラジオネームブッチャーですから、僕どっかの時点でね、アブドラザブッチャーも出してほしいんですよ。<laughs> <laughs> ひょっとしたら、<laughs> 来週、これ、ブッチャーとこの外国人男性が対戦するんですか、どうなんですか。どうでしょうね。狂気はどこで出てくるんですか。あと、上樋口は出るんですか、レフリーは。これ、これが。 言ってる人がブッチャーかもしれないですね俺ブッチャーまさかのまさかの鹿児島とか行ったり来たりしてるんですよブッチャーそれはあるかな分かんないですね楽しみブッチャーさん以外の方も待ちを待ちしております待ってますあなたの妄想楽しみにしております宛先玉井さんお願いしてもいいですかは待ちしてくださいメールとはがきはがき今回読んでくださいちゃんとはいメールは八八アットマーク mbs1179.com メールは 88-mbs1179.com ムワックスは大阪0668099090ワックスは大阪0668099090はがきは亀井さんお願いします。やっぱり俺 <laughs> 郵便番号五三零の八三零四。M. B. S. ラジオ亀山亮のニュースターラジオ木曜日。愛の妄想劇場までお待ちしております。ビギナーのあなたも大歓迎です。